作業療法士として県内で発達障害の子どもを中心にリハビリの支援に携わる佐々木弘子さん。この日は仙台市内に住む小学5年生、木村修賀さんの自宅を訪れました。作業療法とは、生まれつき障害がある人や、病気や怪我などで日常生活を送ることが難しくなった人を対象に、心と体の両面からアプローチをして、生活しやすい状態を目指してリハビリをすることです。右側はね、ちょっと硬かった。だからちょっとね、そこ触った部分当てます。親指、人差し指、小指。修賀さんは集中力をつけることや、落ち着いて話を聞くことを目標にリハビリを受けています。ちょっと目のあたりトントントンってするよ。興味関心を引き出す上で重要な目の機能を上げるマッサージやゲームを中心におよそ1時間取り組みました。頭動いてるよ。おいた。よしよし、上手に今いけたよ。痛いとこもあったけど、気持ち、どこが気持ちよかった？背中かな。やってもらったら軽くなった。私自身ではわからないこう息子の体の中で起こっていることを説明してくださるので、母の目こう一面から見るとなんかちょっと。って思うことが意外にこう順調にこう成長してっての行動だったりするっていうことが分かって、10年ほど前から子どもの発達に注目したリハビリに取り組み始めたという佐々木さん。最近では遊び場が減っていることも子どもの発達に影響するのではと指摘します。感覚がこう一気に成長するその3歳までの時期に何も触らないとか、その誰とも喋らないとか、何もない環境で育ってしまうと良くないんですね。発達って遅れていってしまうなっていうのはすごい危機感を感じています。一人一人に合わせたオーダーメイドのリハビリを組み、心と体の視点から発達を促したいと言います。発達障害のお子さんってやはりこう生まれた時から、脆弱性というか、その、筋肉がすごく柔らかかったりとか、神経がすごくこう発達する時期に大切な遊びを提供すれば補えるものがあるんじゃないか。体が動けば心も動くし、心も動けば体も動くので、そこは切り離せない。佐々木さんの取り組みについて、県作業療法士会の大内義隆会長は、サポートを受ける子どもたちだけでなく、周辺への支援にもつながるといいます。落ち着かずにこう集中して座ってられないとか、集団に馴染めないとか、そういった子たちに対して教育現場の方々だったり、そこに関わる支援する方々と一緒に作業療法士がその方の困っていることを一緒に考えてあげることによって、その子たちの発達をこうスムーズにできるようにこう支援することができるんじゃないかなというふうには思います。県内には900人程度の作業療法士がいます。しかしその多くが病院や施設に勤務し、佐々木さんのように個人で発達領域の作業療法に当たるケースは少ないと言います。お子さんによって、見方によっては困っているとか苦手なことってあると思うんですけど、一方でその子たちのこう強みだったり魅力みたいなのはきっとたくさんあるというふうに思いますので、それぞれの個性を生かして地域の中で活躍できるような、そういったところをこう支援できるような社会があるといいなというふうには思ってます。佐々木
佐々木さんは個別でリハビリに当たるほかにも県内の福祉施設を訪ねて支援をしています。発達障害のある小学1年生の及川圭人さんです。佐々木さんは圭人さんのこの日の状態を見て職員に専門家の視点を生かしたアドバイスをします。一緒に、はい、高橋っていうのを一緒に言葉で聞かせながら一緒の高橋せーの。毎日見ているつもりでもそれがまあ日常になってしまう部分、まあ、第三者とまではいかないですけれども、そういった目線で見ていただけるところで私たちも気づかないところに気づけたりですとか、まあ、次につなげるアドバイスをいただける。佐々木さんは施設の職員だけでなく子どもを毎日そばで見守る家族とも交流を通じてサポートします。前よりずっとやることが分かって、うん、今その体操の時間だとか、うん、今歩く時間だっていう周りを見て行動できるようになったな。多分佐々木さんに会ったのがすごい良かったなとずっと思ってて、スタッフさんに関してもこういうことやった方がいいっていうことも言ってくださってますし、子どもたちのことも見てくださってるんですごい安心してます。佐々木さんはこれからも子どもたちの素直な気持ちを引き出し、その成長を見守り続けたいと言います。障害があるなしってあんまり私気にしてないんですよ。見たいなと思ってるなら見せる工夫をすればいいだろうし、もっと高いところに行ってみたいなっていうのはちょっと手を添えればいいだけなので、そこでなんか子どもが何をしたいかなっていうことをしっかり見て、でちょっと手伝う大人にが増えていくと子どもってのんびりでも絶対成長すると思ってます。